タコ姉様、赤い光が見えます。どんどん増えてるみたい。こっちへ来るんだわ。私にしっかり捕まっているんですのよ。こうなってはもう、誰も止められないんですわ。いいか、できるだけ時間を稼げ。殿下、まさかあれを。まだ早すぎます。え、何の話ですか？今使わずにいつ使うというのだ。行くぞ。知らないの私だけ。タコ姉様みんな死ぬの。定めでしたらね。従うしかないんですのよ。痛いのだ、マジで痛いのだ。クソ、びくともしない。いや、結構効いてますよ。あ、殿下だ。本当にあれを使うおつもりなのですね、殿下。あれって何なんですか、あかりさん。え、無視？ついに復活してしまったか。この世の断りを超え、文明を一つ消し去ったとされる悪魔のような超生物。いや、神と言うべきか。いずれにせよ畏怖すべき存在、ということには変わりはないのだからな。そう、これが。なんか箱に入ってた注射打たれたらこうなってたんだけど、どういうこと？あれ絶対ビタミン剤じゃないよね。巨神。兵だ。高橋です。焼き払え。どうした？それでも世界で最も邪悪な一族の末裔か。高橋の末裔だよ。いいからとりあえず口からなんか出すんだ。そんな都合よく何も出ないんだって。こいつのどてっぱらに鉛玉お見舞いしてやれ。やめて、違うものが出ちゃう。やめて、お願いやめて。おろろ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 ろ。胃が腐ってやがる。食べ過ぎてんだ。何ですかこのカオスな状況は。餃子か、餃子だろ。あ、レバニラ。あかね姫様だ。あんなところに、無茶だ。お願い、止まって。いや、美味しそう。なめこじ並みに遅いじゃないですか。体の大きさに比例して質量が増えてるのに足が貧弱すぎるのよ。いくらスンタムスさんの中身が空っぽだからってあれでは早く動けないわ。さらっとひどい悪口が聞こえた気がしますね。でもあれなら転がった方が早いんじゃ。転がる方が早いけどゲーするから嫌なのだ。酔うんですね。お願い、止まって。止まって。ねえ止まって。止まるや。ありがとう。スンタムスさん、なんでこんなことしたの？僕たちは子にして善、善にして子、善人の意識が一つにまとまっているのだ。これはずんだ虫全体の意志なのだ。うんうん。で、なんでこんなことしたの？それは、誰か知ってるのだ。よくわからないのだ。僕もわからないのだ。なんで僕たちこんなところまで来たのだ。え？なんでこんなにいるのに進行理由を覚えてる個体が一匹もいないんですか。ゆかりさん、ゼロには何かけてもゼロなんですよ。吹かれたし帰るのだ。しかも帰ろうとしてますって。待って、ズンダムスさん。私たちすごーく迷惑したの。謝って。ごめんなのだ。ごめんな。ごめんなさいなのだ。うん、いいよ。じゃあ、お詫びに触手出して。え、なんでなのだ。一度でいいから、上に乗って歩いてみたいと思ってたの。でも触手は保護神経だからそういうことすると血も出るしめちゃくちゃ痛いの。乗せろ。はい。なんといういとわりと由来なのでしょう。そのもの。その、何でしたっけ？タコ姉様、あれ？え？ああ、そうでしたわ。そのもの、青く衣をまといて、金色の野に降り立つべし。古き言い伝えは誠だったのですわ。阿鼻教官。お姉ちゃん。ずんだむしさんは？何寝ぼけてるのお姉ちゃん。ほら、もうお家に帰る時間だよ。お姉ちゃん、夢見てたみたいやんな。もう、お姉ちゃんったら、先に帰っちゃうからね。ああ、待って、葵。葵。